模擬店とは各種イベント等に見られる簡易な店舗による販売業の形態である。模擬の名の通り、販売を継続的に制御の一部としない場合に称される。何らかの行事の中のイベントの一つとして出展される場合が多い。営業期間は行事が行われている間だけであり、数日程度、短い場合は1時間に満たないケースもある。 より少ない労力で短時間に設営、撤去が可能であることが必須であり、このため、屋外イベントにおいては露店であることも珍しくなく、屋根があっても大抵は、テントか、ビニールシートによる簡便な構造となっており、いわゆる青空市場風の形態となることも多い。店員も、本職ではなく、その行事の間だけ従事する。販売品目はリサイクル品やバザー等の雑貨系や、 飲食物の提供が大半である。飲食物については店舗内で調理する場合もあるが、出来合い物の販売と飲食場所の提供を主とする場合も少なくない。ただし、日本の場合は飲食物の提供は管轄の保健所に食品衛生法や条例に基づいて届け出をし、講習を受ける必要がある。販売品目もある。日本においては特に 高等学校や大学などの文化祭などで生徒や教職員が運営するものが広く一般に認知されており文化祭には必須との考え方が一般的となっている近年では商業高等学校などでの職業体験の一環として生徒のみで期間限定の店舗運営を行うものがありこれも講義の模擬点であるありがとうございます